浅妻徹の22時から朝食を。どうも、浅妻徹です。この番組は平日の22時に浅妻徹の出来事、考えてること、妄想、想像トークをお届けするラジオポッドキャスト番組です。これを聞いて寝るのもよし、もう一頑張りするのもよし、好きな時好きな場所でお付き合いください。僕ね、骨折をしたことがないんですよ。人生で一回も。大きな怪我みたいなことは、野球をやっていた時に膝を怪我したことがあって、半月板損傷っていうやつなんですけど、発覚したのは中学2年生に入る前かな、1年の冬に発覚して、そっから約3ヶ月4ヶ月ぐらいずっとリハビリを行ってたんですけど、だから一番走り込まなきゃいけなかった時期に膝を怪我して、リハビリセンターに通ってずっとリハビリを受けてたんですけど、それ以外は基本的に大きな怪我みたいなものをしたことがないんですよ。だから骨折した人の気持ちがわからないんですよね。骨折した音とかさ、よく言うじゃない、バキって大きな音が鳴って、あ、折れたわみたいな。よく骨折してる人はさ、そういうのがわかるじゃん。で、その痛みとか、どれぐらい日常生活に影響が起きるのかとか、で、何ヶ月リハビリが必要だとかさ、もうそういうことが全然わからないわけですよ。まあリハビリに関してはな、さっき言ったけど、半月板でリハビリ生活は送ってたから、それはわかるか。でもその半月板もあれですよ、もっと早くその節があるよっていうことがわかれば、こんなね、3、4ヶ月もかかる大きな怪我にはならなかったわけですから。てか膝に関してはまだ全然、悪い時は悪いですからね。小学5年生の時ぐらいに膝が痛くて、で一回整形外科に行ったんですよ。そしたら成長痛だって言われたんですよね。ああ、まあまあそれはしょうがないかと。まあまあまあ、急にね、身長伸びたこともあったしね。でも実は成長痛じゃなくて、膝の、なんていうのかな、反っちゃう、なんていう病気というか、怪我というか、なんという病名だったかもう忘れちゃいましたけど、膝がなんか、ピンと伸ばすと、なんかずれちゃう。だからバキッバキッって音が鳴るんですよ。それだったらしくて、それがもっと早くに分かってりゃね、いろんな対処法もあったわけですから。もう僕の中ではその最初に言った整形外科はやぶ医者って思ってるんですけど膝ね、そうなんですよ。修学旅行で和室の畳のところでその膝のバキバキってなると、みんな怖がって悲鳴上げてましたよ。やめてよその音、なんか怖くなるから。こっちはもう日常茶飯事だったんでね、面白がってやってましたけど、これ骨折より変な体験してるな俺でももう4ヶ月ぐらいずっと右手の人差し指が痛いんですけどね。でも動くから骨折じゃないんですよね、多分打撲かなんかだと思うんですけど、なんかそういうこともあるから、どこまでがこれ怪我なのかわかんないんですよね。なんか乗り切っちゃうというか、まあ動かなけりゃ骨折だなぐらいはわかるから、動いてるから、まあ痛くてもいずれ治るだろうっていう感じでね、あんま病院行かないんですよね。めんどくさいのが分かってるから。うん。でももうここまで来たらね、骨折したくないな。50代、60代になると骨弱くなるって言うじゃないですか。まあ現にうちの、まあ亡くなっちゃったけど、おじいちゃんは骨折が原因で、結構大変なことになりましたから、階段降りたら滑らしちゃって、肺を骨折しちゃって、肺炎になっちゃってみたいな、もう結構大変なルートに入っちゃったんで、それで。そういう年齢を重ねると骨折しやすくなるとは言いますけど、まだ30代ですから、せめて60代までは骨折しないでなんとか生き残りたいなと思ってるんですよね。骨強くなりてえわ。いや、逆にもう強いのか、さては。健康な体に産んでくれた両親に感謝したいと思います。ただ、
体力はもうないですからね。骨折云々よりまず体力ですね。というわけで今日はここまで。またお付き合いしてくれたら嬉しいな。明日もいい日になりますように。ファイト。